かろうとも我が忠義は屈せず。まだいるはずだ。探し出せ。あのバカ侍で能天気なやつだ。まことに湯治場があると。かしこと漂うあやかしと血の匂い。まことにここが息吹の山なのか。頭から下はいらねえから首は俺に取っといてくれよ。中の風情があがきおっておとなしく我らの手柄となれ。何人たりとも通すわけにはいかぬ。恥を忍んで落ち延びた。ここで撃たれるわけにはいかぬ。ケリー殿の錬金の極意によって太閤秀吉様を復活させる。忠義による清廉な世の礎を。あんたにはせいぜい時間を稼いでもらうとしよう。We'll resurrect the most brutal overlord of the neighborhood.山の冷水、これで三成殿も3杯の茶を供し、13の時から仕えた秀吉様。私は天下人へと変わりゆく太閤様についていくだけであった。義を重んじ、刀なき世を民と共に歩む秀吉様の描きし美しき夢、いつしか私の夢となっていた。秀吉様亡き後、その夢を汚す家康めを討てぬとは私が謝っておるのか。なぜ殺さぬ。久しいのう、三成殿。あなたは明智光秀殿。何故そなたの忠義まことにあっぱれ。されど人の世には忠義より重きものがあり申す。それは大義じゃ。三成殿、忠義を重んずるあまり大義に背かれますな。あなたも大義のため信長様を討ち、主君殺しの汚名をかぶったというか。されば私も大義に裁かれよう。ケリーめが私が死した信長様を改まとしてよみがえらせ、再び大乱の渦を起こそうとしております。安心殿、家康殿が大義、この国が太平のためかの者を止めてくだされ。